はい、今日は7月9日、今午前7時40分ぐらいです。はい、タガメ、こっちおかしいのかな。はい、タガメちゃん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 がいましたよ。お、あ、玉じゃくしが一発やられた場合ね、その辺黒くなってるでしょ、この玉じゃくし。それを食おうとしてるんじゃないかな。今一発やってだから動けない。あ、こっちもちょっとやられてるみたいですね。タガメは吸うのかな、血かなんか食べるのじゃなくて、ちょっとわかりませんけどね。黒い斑点みたいなのがついてるでしょ。こっち、あ、こっちは結構元気あるね。はい、ちょっとタガメがいたんで、で結構水なくなってしまってます。向こうの水路っていうか上から流れてこないと、ちょっと向こうの水とそこに出ている水、ちょっと見えないかな。ちょっと今タメマス代わりにするのをちょっと持ってきてるんですけど、あれは昔の牛を飼ってた時の水飲ませ用のあのコンクリートの箱っていうか、そういうやつですけど、それをマスですね、持ってきてますけど、まだちょっと埋めてません。はい、だからほら乾いてしまってるでしょ、ほら、はい、本当はこの上ぐらいまでひたひたになるぐらいまで水があったがいいんですけど、また全然雨が降りません。佐賀も南部の辺はまあまあ降ったりしてるみたいですけど、北部は唐津地区みたいな北部はあんまり降りませんね、全然。はい、水もちょっとしか入ってないし、向こうも少ししか入ってないんで、ちょっと、水不足気味です。だから、最初の成長にはそれなりに水があった方がいいんですけど、まあしょうがないですね。ポンプを添えて川からあげようという気はないんです。お、そこには腹かヤモリかイモリかどっちかがいましたね。中に。はい、そういうことで、珍しいタガメがいたということで、ちょっと撮影してみました。うちの嫁さんが手刈りしてるんですけど、ここは一回、草刈り機で中央だけを買ったんですけど、その辺も若干草刈り機で買ってやっとこうかなということでちょっと来ました。時間負けの方はまだ最初草取りを始めた脇の川というところもまだ終わってません。今半分ぐらいですね。でもだいぶ見分け方が慣れてきて少しは早くなったんですけど、はい、はい、そういうことでちょっとタガメがいたんで撮影してみました。終わります。